ーの、アロハー、皆さんこんにちは、ミサです。前回の動画ではマウナケアアクセスロードを登ってきて、鬼塚ビジターインフォメーションセンターまで登ってきました。運よく銀剣草の花も見ることができました。これから私たちはあの山に登ってサンセットを見ようか。コナの方もヒロの方ももうすごいパノラマで見ることができます。やっぱここだとこの山があるのでね、あの鬼塚ビジターセンターからだけだとちょっとサンセット向こう側までしっかり見えないので、あそこの山に登ることをおすすめします。鬼塚ビジターインフォメーションセンターを後にし、歩いて道路の反対側に渡っていきます。うん、暗くなる前に見に行けそうだね。サンセットを見る場合は登っていくときは周りが明るくて見晴らしがよく大丈夫なのですが、サンセットで日が落ちた後すぐに本当あたりは真っ暗になってしまうので、フラッシュライトやヘッドライト、また防寒具をきちんと忘れずに持って行ってください。ここを通ります。うん、うん、ここの穴を通っていくぞ。うん、これが近道です。ただ道路のね、この道路の下をくぐっていくからね、安全なの。どうぞ。おっと、うん、え、足元に気をつけて。すごいね。やっほーやっほーうん、一番いいタヌルだ。ね、楽しいトンネルだね。入ったことない気がするんだよな。あ、本当？初めて？うん、多分前も撮ったと思うんだけどな。じゃじゃーん。道路の向こう側に出ました。ね。こうやって安全に道路を渡ってくることができます。うん、よし、どんどん行ってみよう。あ、他にも子供たちがいるね。今日は絶好のチャンスだね、暖かいし。マスクだと暖かいね。マスクつける方が暖かくていい。ハワイじゃないみたいな格好をしてます。無理か。うん、よいしょ、どんどん登っていこう。もう疲れるでしょう。結構ね、標高高いからね、体がすぐ疲れちゃうからゆっくり登っていこうね。駐車場からもだいぶ歩いてきましたね。結構過酷ね。景色がいい。ここまで車で来たらいいけどね。ちょっとなんか砂で引っかかったら嫌だから、ちょっと私は苦手かも。バイク乗ってちゃダメだって。うん。よーし、これもう雲海があんなに。あ、レッシュよ。うん？一斉乗る。あ、あんまり頑張らない方がいいぞ。ゆっくり行くんだ。すごいね。強い。すごいすごい。すごいね。ちょっと一瞬頑張ろうとしたでしょ。散歩で諦めたぞ今。うん、すごい雲が綺麗。綺麗だね。うん。おお、すごい綺麗。
そこに、ちょっとそこで休憩する。あーすごい雲海です。広川の雲をバックに1枚パチリ。はい、メガネ忘れてきちゃったか。冬のやつ持ってなくて、うん、この辺の土はこう赤土だね。ね、赤いシンダーとかマウナロアと同じ感じだね、やっぱり。はあ、いい天気。うん、転ぶとこでした。気をつけて歩きましょう。他の道もある、少し。よいしょ。疲れるでしょう。頑張ろう。で、マスクあるから暖かいね。ヤッホー。やっほーって言いたくなるよね。落ちないようにね、ちゃんとこっち側歩いておいで。こっちのトレイルに戻っておいで。ん？あ、ここで会うのか。やっほー、やっほーわあ、すごい。でも、綺麗だね。はあ、え？本当？寒い。風が出てきましたね。風が強い。広の方も雲がいっぱいだよ。うん、後ろはマウナケアの後ろは雲が全然ない。うん、もう少しだ、頑張ろう。でもこの最後が一番きついっていうね。あとちょっとって思ってからがきついんだよ。そうそう、頂上まで行ったら全部見えるよ、360度。一歩一歩が来るね。大人は早い。いや、ママも大人だけどあまり早くないな。よいしょ。でもいいよ、急ぐことはない。ゆっくり自分のペースで登ってください。よいしょ。フラットな場所で気持ちいいんじゃない。そこに座って腰掛けたら楽そうね。でもね、座ったら多分動けなくなるからね。行っちゃおう。もうすぐだから、頂上。よし、え、僕が行って、ここ前登ってきた。そうそう、前も登ったんよね。3年前だよ、もうあれ2017年だった。この前見てみたら6歳の時や。
うん、よいしょ、落ちないように左回っていこうか。はい、うん、Let's go left side safer。 よいしょ、うん、うわすごいね。え、僕怖い。見ない見ない。はい、前だけ見て進むんだ。落ちることはないだろう、気をつけてれば。よいしょ、ちょっと転ぶぞ。降りるときゆっくり、暗くなる前に降りようね。あ、すごい、見て、あのいつもサドルロードで通るあの山があんなにちっちゃく見える。ちっちゃいポコポコが、ちっちゃいね。ポコンポコン。よいしょ。綺麗な景色を見に来たんだよ。そう。よいしょ。うん、気をつけていこう。あんまりこういう場所ってないんだってよ。あれはいいじゃん、すごい高いよ。そうね、この前ママが行った場所よりちょっと高いかもしれない。もうすぐ反対側が見えるね。すごいすごい、頑張った頑張った。うん、3年。うん、お疲れ様、もうちょっと行こっか、あそこまで行こう。じゃはい。Yes。 Hopefully you can。 はい、あそこの道をずっとね登ってきました。そしてこっちの道をずっと登ってね、あっちにある鬼塚センター、ちょっと見えなくなっちゃったね。この景色はどうですか？怖い。綺麗とかは？綺麗。怖い。僕高いですけど。ヤッホー。ヤッホー。そんなちっちゃい声じゃ山びっこならないかな。ヤッホー。ヤッホー。全然響かないね。じゃあ山びっこごっこ、はい、じゃあ、はい、先にどうぞ。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホー。お家みたい。あそこに腰掛けてちょっと休憩したらそこで休もうか。壮大な景色ですよね。何度見ても感動します。始まります。寒いね。これ太陽が降りるとどのくらい太陽の力がすごいって分かったね。え、さっきまで暑かったでしょ。ねえ、太陽が降りて暗くなってきた瞬間こんなに冷えるなんて。太陽はもう雲の方に隠れちゃいました。今日ちょっとこの山の陰に隠れちゃったね。
村人、うん、え、うん、村人なんて言うんだっけ、はぁ、うん、村人が降りていきます。私たちはね、あの、うん、子供たちがいるので、あまりヘッドライトだけだとね、ちょっと暗くて危ないので、明るいうちに降りていくことにしまーすね。そう、滑りやすいからね。はいね、はい、うん、まずポンポンって来ないと。そうそう、でこっち行こう。うん、でも手出して歩いて。村人状態だったら転んだ時手つけれないから。うん、村人では歩かないように、手は出すように。村人はどうしてんだろうね。ねえ、村人転ぶのかな。普通に歩いてもポン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 じゃない。あ、ほんと？ポン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 。うん。わー、すごい高いところだよ、ほら。わ、うん、すごいところ来たんだね。降りる時のちょっと迫力満点だよね。うん、逆に。ずるっと滑るからね。気を抜かないように。本当に。ずるっと行っちゃうので。ね、ほら。あ、なんか、これこそマイクラ的な四角い岩。額が、うん、これはもう怖いな。うん、ゆっくり。ほんと？オッケーオッケー。あ、上手上手。そうそうそう、座るっていうのはいい作戦だね。しゃがむっていうのは、うん、ロボットでしゃがんだら、うん、降りれないんだよ。あ、そうなの。はい、よいしょ。あとは、高いところからも落ちれない、うん、マイクラだったら。あ、そうなの。そうそうそう、そう、低い体勢で、上手上手。マイクだったら降りれないよ。うん、よいしょ。わー、ここだけ風が強い。どうして？ここは風が高い、強い標高なのかな。上はなかったのにね。ここに来た瞬間、ものすごい風。大丈夫？入っちゃう。よいしょよいしょ。あ、空は最後の真っ赤かな。さようなら、やっちゃう。わー、手が冷たい。そろそろ手袋つけたくなってきたから、はい、パス。ここね、さっきまで全然寒くないって言ってたけど、寒いでしょ。今のケアすごいでしょ。寒い。でもこれまだ風ない方だよね。え？そうだよ、前はね、ママがジャンプしたらね、着地する場所がね、別の場所になるぐらい風が強かった。ピョーンってジャンプしたら、ふわーって飛んでった。無事に暗くなる前に帰ってこれましたね。あ、星が1個目出てきた。あ、上がまだあんなに明るかったのに、もうあっという間に真っ暗だね。こんな風にビーチチェアをセットしました。3つね。だいぶ暖かくなってきたんじゃない。うん、お、こんな風に、はい、ビーチチェアに寝っ転がりながら。ビーチチェアじゃないね、海チェア。海チェアじゃない。こんな風に寝っ転がりながら、今日はペルセウス流星群を見たいと思います。サンセットから1時間後あたりが星がよく見え始める時間になるそうです。この日はくっきりと北斗七星やミルキーウェイ、天の川がよく見えました。流星群の流れ星はもう少し遅い時間だったようなのですが、何個か見ることもできました。ハワイ島ヒロの町は天文台の関係で町の明かり自体が夜暗くなっているので、星が見えやすい環境ではありますが、このように流星群の季節にたくさん流れ星を見れるというのはとても貴重な経験でした。ご視聴ありがとうございました。子どもたちと楽しめるマウナケア、いかがだったでしょうか。山頂まで行くことができなくても、この鬼塚ビジターインフォメーションセンターのところで十分に楽しむこともできます。ぜひ皆さんも家族で行ってみてください。
今日の動画楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画まで。アフイホー。